しょ。音声出ない？出したら。あ、出せます。オンにしてもらう。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。ギノワン市キユナギノワンヒルズ通りの高台にスタジオがある FM ギノワンよりサザンブリーズお届けいたします。お相手は私、東克明と火曜日アシスタント OBP のマリンです。よろしくお願いします。今日は残念ながら雨。ああマリンのビーチデビューが遠のきましたね。ああ、しかも梅雨入りしちゃったじゃないですか。そうだよ。今日の11時頃かな、ね、気象台が発表ということで沖縄本島もね梅雨入りですよ。いやでもなんか今青空見えてきてません？今はね。移動しますか？いやいや今から今から移動しても間に合わんなそもそもビーチで人がいるのかっていう話だからそれなんですよねそうね、本当でもなんか天気予報では今日はもうお昼頃からずっとまあ雨で、うん、雷も出るっていうかね、うん、いう予報だったんですけど、今のところね、うん、本当に晴れ間がちょっと見えてきて、で収まってきてるから、まあでももしかしたらこれ以上降らないのかな、どうかなっていうようなね、うん、感じですけども、またまあ後々、天気予報ねもうお知らせしていきましょうか。はい、はい、ということで今日はですねスタジオからお送りさせていただきます。おい、さあそんな2人がお送りするサザンブリーズ、今週皆さんからいただきたいメッセージテーマが結婚式の話。ほー、さあこのね結婚式、さっきねちょっと打ち合わせでね、はい、マリンに結婚式って出たことあるの、うん、って聞いたら、ないんですよ。出たことない。はい、出たことないけど、ないけど、模擬挙式はモデルとして出させてもらったことがあります。で、あと沖縄のこのブライダルの情報雑誌の表紙の、うん、もう飾らせてもらったので、はい、ウェディングドレスは私今20歳なんですけど、すで、うん、に3回着ております。早いなすごいな。まあだからすごいね、出席、まあもちろん自分ではやったことないし、はい、出席すらしたことないけども、 ないけど、まあ嘘の、のね、なんて言うんですか、本人主催者っていうか神父が、神父をね、神父を演じてやったと。面白いねそれも、うん、出てない人がやったことない、なかなかないあれですよねすごいすごい面白い、なんかだからそういう話もねまた後々、聞いていきたいなと。だからそういう出席したことない人だからこそ、ね、うん、理想の結婚式とかね、そういうのもあると思いますので、ぜひ教えてください。皆さんも、出席した結婚式、もしくはねもちろん新郎新婦で迎えられた結婚式とか、理想の結婚式、こういう演出がいいなとかあれば教えてくださいませ、はい、よろしくお願いいたします。今日も皆さんからのメールメッセージお待ちしております、はい、メールアドレスは 797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。はい、 FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリッスンラジオで再生をクリック、スマートフォンからは無料アプリリスラジでお聞きください。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産屋、株式会社徳松産業、トクトクハウスの提供でお送りします。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291 までどうぞ。
はい、ということで今日はですね、そんなマリンと2人、はい、5時56分頃までお届けいたしますので、どうぞ皆さん最後までお楽しみくださいませ。はい、では今日の1曲目、昨日ですね、リスナーラジオネーム大塚健二さんからいただいてたリクエスト、今日おかけしましょう。シュガーでウェディングベル。知ってるかも。いや、わかんないです。外人さんですか。違うじゃない。あ、違う、日本語。日本語だよ、全然。鼻水が。あれがあります。マイクに息がかかってる。近すぎましたかね。ボソボソ。すち、すち、すち、すし、すし、すし鉄さん。すし鉄、すし。あ、がっつり日本語だ。沖縄のどこですか。初めまして、どうも。沖縄の宜野湾市でございます。中部です。海がすぐね、目の前にある海の方からお送りしてます。あ、サイテックさん。あ、サイテック。なるほど、ありがとうございます。サイテックさんね。最後さんもありがとうございます。フライングしたい。なんかすごい面白い曲ですね、これ。この曲を、
ビートテック肉マリンさんマスターは違うな、ゆうこさんですよね。そうそうだね、マリもやろっかな。あれもう全然クリアできない全然当たんない。マリもやろっかな、びっくりするぐらい正解でもこの前のチャームポイントめっちゃ笑いました。そっちかーいってスダンブリーズ火曜日お送りしております、はい、今日も皆さんたくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございま す。さあでは、ツイキャスの方からねご紹介していきましょうか、はい、まずは機長さん、おはい、こんにちは。ありがとうございます。今日も、今日もブース内、ブースの外からね、はい、見守っていただいてますよ、昨日もね、昨日はビーチからの放送だったんですけども、うん、暑い中ビーチにね、たたずんでいただきましてたたずありがとうございます。今日もお楽しみくださいませ。はい、そして、はじめましてですね、こちらサイテックさん、はい、ありがとうございます。はじめまして。はい、こちら、沖縄のどこですかということで、沖縄県の宜野湾市でございます。はい、はい、どういうとこって言ったらいいでしょうか。どういうところ、でもなんか一番住みやすそうだなって個人的には思います。おー、なるほど。なんかあの那覇での、うん、那覇へのアクセスとかもいいね、結構良さそうだし、うん、なんせ真ん中ら辺にあるじゃないですか、はいはい、だから結構移動とかはめちゃくちゃやりやすそうだな、楽だよねって思うし、あと大きいショッピングセンターとかも、うん、結構点々とあるじゃないですか。あるあるある。なので結構いいなって、ね、だって海とかもすぐ近いし、そうそうそう近い、ここで言うとね、うん、過ごしやすいよね、うんうん、と思います。はい、そういうところでございます。結構羨ましいと思ってる、宜野湾市。そして続いてタイゴさん、ヤッホーと、はい、ありがとうございます。だまだま、そう今日雨なんですよね、うん、なんでスタジオからの放送でございます、はい、そして大塚健二さん、はい、こんにちは。あ、雨ですか。スタジオからですね。そうなんです。東さんの海パン姿見たかったのに残念嘘つけ見てもどうしようもねえだろうが。じゃあ東さん今度海であるとき海パン履くんですか。そうね、はいはい、だいぶあの準備が早くなってきたんで、はい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 、余裕ができてきたんで海では入ろうと思ってます。お、はい、僕はちょっとそれでね、やっぱり温度もね、海の具合もね、そうですね、海の具合もちょっとお伝えしないといけないので、ね、うん、確かに、せっかく海でやってますからびしょ濡れで放送します続いてシュプリームさん今気づいた、アズマックスマリンメンバーこんにちは。まあ、メンバーですよね。そうですね、いろんな意味でメンバーですけど、グループのメンバーですね。そうですね、別に何も間違っちゃいない。確かに、はい、東京は寒くて再びミートテックが活躍中東京寒いらしいですよね。ねえ、15度とか13度ぐらいまでちょっと下がってる、なんか3月中旬ぐらい あの気温というところでね、体調お気をつけくださいませ、うん、はい、で大塚健二さん、よし今日こそマリンさんマスターゲットだぜって、違う人だねそれマスターゲットしないといけないのはあのもう一人のゆうこさんっていう人ですね。そうですね、はい、でもあのマリンも気が向いたらやろうと思います。あ、やるんですかマリンマスター、うん、俺全然当たんないからちょっとね、当ててもらわないとっていうね。太鼓さんからも、東さんちゃんと当ててよって全く当たらない、わざとかっていうぐらい当たらないんだよね。はい、でサイテックさんは、あ、現在連休中、あ、連休中はゴールデンウィークの時かな。ゴールデンウィークは茶壇カデナ、うん、読谷村行ったよって。あ、遊びで初めての沖縄に行ったと、連休中。あ、そうですか、ま、ようこそメンソレー。ねえ、もう今いないけど、うん、ね、多分そうよね、茶壇カデナ読谷、あー、いいですね、リゾートと、ね、ちょっと遊ぶところと混じって楽しいじゃないですか、うん、ぜひね、また宜野湾にもお越しくださいよ。うん、ぜひぜひお願いいたします。タイゴさん、東さんは海パンじゃなくてブーメランパンツでしょそうなるとね、いろいろ大変なんですよ
いろんなものがいろいろ大変なんでね、控えさせていただきます自粛の方向で、そうですね、はい、僕がメンバーになっちゃう可能性があるので、そうなの今流行りの怖い怖い、コザイルさんもありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてメールでね、いただいてますね、でこちら進撃のめいちゃんさん、はい、ありがとうございます。あずまさん、まりんちゃん、生放送お疲れ様です。昨日は10時間お飲み会をしてためいちゃんです。画像添付させていただきますねって、今日もカラオケの写真とかなんですけど、まあもう大はしゃぎ、いいっすね。でもなんかあのこのブレてる躍動感がすごいですよね。でそして、先週は晴れてたのに梅雨入りしたので、しばらく本社のスタジオからの生放送ですかね、と。本当そうですよ。しかし木曜が晴れ予報、うん、まあどうにかトロピカルビーチから生放送できそうじゃないですかって。そう、明日もね確か曇りだったんですよね、うん、で今日のラジオもお仕事も真っ最中なので後ほど聞かせていただきますね、と。ちなみにお二人は梅雨は、もちの論そんなに好きじゃないよね、雨が続くしジメジメするからでは、若干、二日酔い眠さが来てますが頑張ってきます、と。お仕事頑張ってくださいませ。梅雨好きじゃない、どうですか？梅雨はそうですね、好きじゃないですね。あのあれなんですよ、もう今日もなんですけど、うん、私髪の毛毎日ヘアアイロン当てるんですよ、あの下ろす時に。でめっちゃ今日朝綺麗にストーンってストレッチだったのに、うん、あれ梅雨って湿気すごいじゃないですか。あー、いいね、もうあの落ちてきててストレートが結構ボワってなってきてるので、なんかそれがちょっと嫌ですね、梅雨の。あ、そっか、それは、それはもう全く俺には分からない話だけど、あ、そうか。でも、あの俺の友達も男で、まあ天然パーマなんだけど、やっぱ梅雨の時期はね、そうなんですよ、くる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 しちゃうって暴れちゃうんですよね、言うね、うん、うん、頭もそうだし、あのね、すね毛とかもくるくるするらしいよそうなんですか、らしいよ、湿気でですか、湿気で初めて聞いた、うん、そんな話はね、だから嫌だって言ってた、そいつはだからなんかそういうのもあって、夏になるとすね毛は剃るって言ってたね。あ、もうくるくるするのが嫌だからそれなら剃っちゃえと、もう剃っちゃえ、短パンも剃っちゃえ、そういう言われていましたね大塚健二さん、その髪が暴れるくらい欲しいって髪の毛が髪の話はやめてくださいっつって、うん、じゃあちょっと控えましょうねさあ、今週の、皆さんからいただきたいメッセージテーマの、結婚式の話でございます。はい、タイゴさん、お、やってみたい結婚式、うん、フライングして登場ワイヤーに釣られてワイヤーに釣られながら、イエーイ本日はって言いながら登場したい。もうワイヤーってあの完全にアーティストの使うワイヤーなんですけど、ね、それはそうでしょ、ファーって、いわゆるミュージカルのピーターパンみたいな感じのはーってキラキラしながらめっちゃ楽しそういいな、ワイヤーで。でもそれ浮かんでる時はいいけど、もう外されてる時の恥ずかしさねあ、そっかちょっとマゴマゴしちゃうあ、すいませんすいませんすいません、ちょっと待ってください新郎新婦の入場ですって言って、天井から二人がうわーって降りてきていや、でもなんかめっちゃいいですよね。いい、あの末永く幸せになれそうな、いいね、うん、だいぶテンション高いねその二人それ新郎新婦二人ともがそのノリをちゃんと理解してくれる人じゃないと、そう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 、めっちゃいいと思います、ね、新婦が沈んだ顔でわーってなったただの宙吊りになっちゃうから本当ですね、2人のフィーリングが合ってればそう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 、うん、最高ですね。いや見てみたい、ぜひ呼んでください、いい、ね、結婚式いいですね、フライングの登場、うん、見たいいろいろあるなあ。さあそしてもう一つメール、はい、いただいてますね、ありがとうございます。こちらラジオネームのりさん、ありがとうございます、ありがとうございます。東さん、マリンさん、お疲れ様です。テーマ結婚式というところで、はい、私は結婚式場でバイトで、
映像編集のバイトしてました。へえ、そうなんだ。映像編集のバイトもあるんだ。で、撮ったのを切ったり貼ったりするぐらいですけどね。けど大人になっていろんな仕事をする中でこの能力が発揮されるとは思いもしなかったです。おお、名護の授業で子どもたちを北海道に派遣する授業があって、その時に子どもたちの成長をまとめて DVD にしました。すごい、子どもたちの成長を目の当たりにして感動してましたね、というコメント、メッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あのこの、結婚式の映像編集の人って、うん、俺ほんとすごいと思うんだよ、うん、あでもだから出席ちゃんとしたことないから分かんないと思うけど、うんうん、ちょっとイメージで、あの大丈夫です、妄想は得意なんででしょ。あの何回か僕も出席したやつで言うと、だから結構まあ結婚式だからさ、うん、カメラでずっと撮ってるのよ、うん、ね、僕らあのなんか出席者が入場するところとか、うん、いろいろこう撮ってて、だからその結婚式の余興とか、うん、司会の方が喋ってること、挨拶してるところとかずっと結構撮ってるのね、うん、でそんなんがあってだいたい披露宴がとか2時間半ぐらいか、うん、ね、やるじゃない、やったら最後の最後にエンドロールみたいな形でその1日撮ったやつを流してくれるのよ。あ、そうなんですか、その場で。え、じゃあもう即日、そうビャーって撮ったものをすぐ持ってきてすぐ編集してつないだからちょうど1曲ぐらいに収まるような感じでやってやってつないでってやった。すごいそれ。だから多分そういうことで映像編集の仕事だと思う。わー、これすごいなと思う。だから俺もすごい、だからこのもちろん披露宴のとこもそうだし、あとあとそのなんか新郎新婦が会場に入るところとかとかも全部撮影されてたりとか、あのオフショットみたいな、そうそんなも全部編集で入ってて、っていうなんか一日の流れがあってみたいなのをやったりするよ。あ、誰か結婚してくれないかな。さっきも打ち合わせ中に東さん結婚式呼んでくださいね、早く結婚してくださいね。うん、残念ながらマリンの方が先かもしれないなっていう話はしたんですけど。結婚式出席したいな、昨日のね、かの子も同じこと言ってました。本当ですか。呼んでくださいよって。ちょっと20代の女の子憧れがあるのかもしれない。ねえ、うん、いやーすごいですよね。だその映像編集の人たちはすごい技術だなって思いますよ。一気にやるからね、すごいな。で大塚健二さんね、そうそう、そして音楽で泣かせるんですよね。はははすごいね。なるほど、その一日のやつキュッとしててね。で大吾さん、先ほどのフライングの話、ね、はい、で、静かにポンと下ろされて、で静かに外されるハーネスをね。でそのまま何事もなかったかのように始まる式が。素晴らしい、いいじゃないですか。いい結婚式が。いやいいね、演出あの人たちはすごいよな。さあそして、はい、お、初めましてのサイテックさんからですね、うん、メッセージいただいてます。仕事では羽田空港那覇と北谷は25年前は数回往復したが、北谷の周りのビルがいっぱい建っててびっくりした。25年前の北谷って言ったら多分何にもないですよね。北谷ってそんな最近からあれなんですか、ね、何にもないと思う。もうなんか昔からああいう感じなのかなと思ってました。いやいや、だからいわゆる美浜とか、あの辺りができ始めたのって僕がね多分中学生ぐらいだと思うんで15、6年とか。え、そうなんだ。それぐらい、20年は経ってないぐらいですよね多分。そんな20年ぐらい。美浜とかだから、あの特にあの映画館とかね、あの辺りがすごい立ち始めたのは多分それぐらいだと思います。だ25年前なんて本当に何もなかったと思います。そっか、うん、じゃあ確かにびっくりするかも。びっくりするますね、いやそれは衝撃ですよ。25年経ったら沖縄なんてもう全然違いますから。ほんと。そして大塚健二さん、マリンさん、はい、東さんの結婚式参加するためには、はい、ぜひぜひいい人をご紹介お願いします。あー、東さんで紹介する人ですか。
これはね大事ですよ。そうですね、はい、ちょっとあの家に帰って手当たり次第連絡入れてみます。手当たり次第いやー手当たり次第連絡って言われてもそのマリンの友達って言ったら二十歳でしょ。そうです、ね、もう一回り以上違うっていう。え、東さんのそのなんかあの対象年齢っていうかあるんですか、結婚のあのゾーンみたいな、なんかよくあるじゃないですか、何歳から何歳までがいいとかあるんですか。はいはい、いや別にあのね恥ずかしいこんな話、いや別に若い方でもいいですし、同い年とか上でも全然別にそこは気にしません。なんでマジで答えてんだよバカ、恥ずかしいわやめよう。そうですね、恥ずかしい、次に行きましょう。大吾さん、東さんに友達紹介したらマリンさんは嫁さんの方に参加するんじゃないですか。友人代表、そりゃそうだ、友人代表だ。いや結婚式はドキドキするな。そうやな、でもそのマリンは参加、はい、まあ出席はしたことないけども、はい、そういう模擬とかもお仕事でね、はいはい、やったことがあると思うんですけど、どうでしたかそれ、模擬とかやってみて、理想との現実の差というか、なんだろう、その模擬挙式がロワジールホテルでだったんですけど、うん、ほうほうほう、やっぱり演出がめちゃくちゃ凝ってるなと思って、ね、披露宴じゃなくて挙式なので、うん、もう本当に人数を、まあ、沖縄って結構多いじゃないですか、ね、200人とか300人とかっていう披露宴っていう聞いてるんですけど、うん、挙式ってもう本当に身内とかもう本当に結構なんて言うんですか、少ない人数でやるって聞いてるんですけど、うんうん、このロワジールのこの挙式の演出で風船を飛ばすのがあって、そうそうそう、でドロップ&フライだったかな、このプールにこの参列者と新郎新婦で、うんうん、風船をプールに落として、でその風船に重りがついてるんですよ、うんうん、でその風船の重りが濡れることによって溶けて、風船が空へもう飛んでいくんですよ。へー、そういうなんて言うんだろう、この挙式でもここまでの演出ってあるんだっていうのにびっくりしましたね。おしゃれだね本当に。しかも風は強かったんですけど、うん、本当に雲一つない青空だったので、うん、もう風船の赤とか緑とか黄色とかが映えるんですよね、青空に。やっぱ天気がいいと違うもんね、結婚式なんて。めっちゃ良かったです。はぁ、いいな、ほんと演出はもうどんなところでも最近はね、凝って凝ってやってるからね。すごいな、皆さんもなんかさ、ね、その出席した結婚式のこの演出素敵だったですよとかね、そういうのでも結構でございます。ぜひメッセージ、エピソードお待ちしております。よろしくお願いいたします。では、1曲お送りしましょうかね、はい、ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからのリクエストです。こちら鈴宮春日かっこ平野綾で God Knows。すごい急に鼻水が海岸岩ばっかりだった。そうね、やっぱ25年前なんて本当そうだった。本当だか、サンセットビーチとチャタン九州、25年前、多分ね、ギリハンビーができてるぐらいだと思うんですよね、25年前って。あ、25年前ってハンビーじゃないですか。イオンチャッタンがもっと前、もっともっと後々。あ、そうなんですか、うん、あれ新しいんですか。ハンビーがギリギリだないかな。俺が小学生の時は、うん、ハンビーがあったと思うんだけど、そう、お母さん、マリのお母さんは福岡の人なんですけど、うん、そのお母さんも20年前にもうマリが生まれる直前で沖縄に来てるので、うんうん、もう美浜はあったって言ってたんですよ。だからもうてっきり昔からあるのかなっていう。
いやでも感覚でしょうね、本当なかったけどな、結構。だからもう映画館はだから那覇しかなかったのよ。本当に那覇、那覇のでもメインプレスとかもまだないですもんね。ない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 、だから那覇の国際通りのあの辺りしかなかった。桜坂、うん、へえ、そうなんだ。桜、そう、桜坂で俺は桜坂劇場であのドラゴンボールとかの映画を見た。桜坂劇場でドラゴンボール、そうそうそう、東映アニメは多分確か桜坂なんですよね。ね、そう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 、沖縄の子供は、そうそう、そうなんだ。はあ、桜坂で、あの当時はね、別にその入れ替え制じゃなかったから映画館。もう入ったらずっといていいの。チケットを。だから買ったらずっと中入ったらずっといていいの。終わっても。いいなぁ。え、じゃあもうずっと見れるじゃん。同じやつずっと見れる。一日中。え、じゃあもう下手したら5本とか見れるってことですね。一日中行ったら。うん、だからでも同じやつよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。一緒か。シアターは一緒だから。あ、そっか。だから、昔はそのアニメとかのやつは、うん、3本立てとかでやってたの。なんかドラゴンボールと、うん、なんか少女漫画のやつとみたいな、なんか3本立てみたいなのがあって、だから別に上映時間何時から書いてるけど、その3本終わったらちょっと休憩してまた頭から始まるから、途中で入ってもそっかいいんだ、いいっていう。だから途中からもガンガンみんな入ってたもん。へえ、なんかいいな。ちょっと寝ちゃってもあれですね。そうそうそう、もう一回見よう、もう一回あ、すごい日が、あー出てきたね、太陽出てきた今ツイキャスの画面がすごいことになってる、飛んでます。曲終わり、ニュース、はい女優ライト照ってますね、うん、すげえ、横からバリバリです、飛んでるわしかもめちゃくちゃいい光ですよすごいびっくりするぐらい太陽、気象庁見ようと思ったら県外。FM ギノワンでは毎日面白い番組をたくさん放送中。このコーナーでは FM ギノワンのおすすめ番組や新番組、リスナープレゼント、そして地域の情報をお伝えします。今日の FM ギノワンニュースはですね、ソニードギター合奏団第11回定期演奏会のお知らせです。こちらですね、ソニードギター合奏団は県内でアマチュアのクラシックギター合奏団として唯一本格的な活動をしている、団体です。県内在住のギター愛好家が毎週火曜日に浦添市中央公民館に集い、クラシックギターの演奏を楽しみながら技術向上、研鑽に取り組んでいる団体です。でこちらソニードギターの合奏団第11回の定期演奏会は、2回ありまして、1回目が5月13日日曜日、名護市民会館で午後2時開場、午後2時半開演です。この日はね、母の日でもあるので、ぜひぜひお母さんを誘ってね、親孝行でも行ってみてください。そして、2回目はですね、那覇のパレット市民劇場で5月17日木曜日、こちらは午後
5時45分開場の午後6時30分開演になってます。こちらどちらとも入場は無料なんですが、チャイルドサポートチャリティー募金箱を設置していますので、チャリティーの方にご協力をよろしくお願いいたします。以上 FM ギノワンニュースでした。笑ってもらってるんですか。あのね、する年としない年がある。ていうか大阪にいた時は送ってたかな。離れてた時は。花なんですね。まあまあ男、男の男だった。サザンブリーズ火曜日お送りしておりますよ。はい、メッセージ、今週の皆さんからいただきたいメッセージテーマが、はい、結婚式の話です。うん、早速いただいてますのでメールご紹介しましょう。これはすごい。おアズマックス、ハロチロンピー、マリちゃん、ハロチロンピーチュエコザエル出すよ。結婚式の話ね。はい、自分たちの結婚式の時は同窓や仲のいい友人は運転手をしたりしてたわけさ。それをまとめるのが総務。うん、それで小中の頃からの同窓の結婚式では自分が総務をやって大変だったと。ああ取りまとめてやってたんだ。ね、式の前に何回も同窓同級生の家に行って打ち合わせ、車何台使うのかとか、どんな車種ルートは集合時間はとか、すごい。もう1週間切ってからは毎日その、友達の家に顔を出しておじさんたちと飲み会と。でだけどさ、前日になってその同窓生友達の奥さんはなんと元スマップの森くんの親戚だったことが判明。前日はスマップと事務所からお祝いの電話。当日は祝電まで。すごい。で前日の電話鳴った時、誰も手放せないから、同窓の親父に、おいエコ電話取れって言われて取ったら、まさかの スマップの森だった。マジビビったさって。なのですぐその父親に変わったさ。懐かしい、じゃあ後からやって。すげえ。すごい。なんか今軽く鳥肌立ってる。だから森くんがまだこのスマップだった時のっていうことですね。なんか結構前ですよ。すごい。
すげえな、そのエピソード。直伝、直々に。お祝いの電話。祝電まで。すごい。もう会場、どよめきですよね。どよめき、盛り上がりが。聞き間違い、聞き間違い。もう、だから本当に偽物じゃねえのって絶対言われてるよね。うん、なりますよね。すごいな。すごいネタだな、これは。いや、恐ろしい。もう、これ以上の友人代表がいないか、友人がいないかもしれない。お祝いの電話。すごいエピソードだわ。すごいな。大塚健二さん、エコさんすごいな、いいネタ持ってますね。本当。タイゴさんもすごいって。本当に思わずそう言うしかないもんね。うん、もうすごいしか今言葉が出てこない。そして機長さんが、そういえば東さんと同じ結婚式に招待されたことありましたねって。ああの方ですね。ありましたね。僕たちがねもう大変お世話になっております。うん、ヤビクカリンさんの、はい、結婚式へ行ってきましたね。あれはだからでも去年一昨年か。ですよね。一昨年、はいはい、もうそんな経つんだ。ご招待いただいて、行かせていただきました。あの時も人が多かった。いやもうだってカリンさんもう顔広いですからね。いやすごかった。300人400人ぐらいいましたね。うわすごい。本当にすごい多すぎて、もうだってキャンドルサービスが全テーブルは回らないぐらい、まあそうですよね。僕たちも結局もう、僕なんかもう最後にしか挨拶しなかった、できなかった。人が多すぎて。あでもいい、すごい結婚式だった。結婚式300人400人ぐらい来ますからね、本当に沖縄は。本当に誰なんだよっていう。でもなんか親の職場 の同僚も招待するっていうじゃないですか。そうそうそう、だからそれがすごいなと思って。そうそうそう、だから自分の関係者だけじゃなくてね、うん、家族の結婚だからね、沖縄は本当に。だから職場の同僚ね、本当に見たことないけどっていう人、うん、あ、はじめましてみたいな。そうそうそう。そっからやるっていうね。機長さんと東さん同じ席。いや違います。違う席でございました、僕は。はい、その時 のミュージカルにね、ヤビクさん出てもらったので、その時の出演者の方々とか、うん、同じ席でございました。はい、いやでも人多かった。個性的な人、方々もたくさんいました。そして大塚健二さん、沖縄の結婚式最後は勝ち足ですかって。そうですよ、勝ち足なんですか、やっぱり最後は。大体そうです。だからまずもう沖縄と内地が違うのは余興がねあるかないかっていうところがあるんで。ああ、なんかあれなんですよね、聞いた話、なんか席のお偉いさんが座る席が沖縄と本土でなんか真逆って聞いたことあります。違う、真逆です。なんか沖縄は余興の舞台に近い方がお偉いさんなんですよね。うんうん、そう。上座下座がちょっと違うもんね。まずそもそも舞台がないから。あ、そうなんだ。大体普通は。そうなんだ。普通は舞台がないから、内地の方は。そっかそっか。そう。そっから違うのか。そうだ、違うんですよ。そのね、だから最後ね、大体その地域の青年団の方とかがね、うん、エイサーをしてその流れで勝ち足ですから。あ、結婚式参加したい。新郎新婦がこう舞台に上がって、おじいちゃんおばあちゃん舞台に上がって、うわーってやって。参加したいです、東さん。え、だから俺に言うなって。俺に言われてもすぐには俺は無理だ、断言する。無理だと思う。気長にお待ちくださいませ。そうね、たくさんの人が参加する沖縄の結婚式でございますけども、うん、はい、でもそういう結婚式は、でもそうか、出席したことないって言ってるけど、うん、理想の結婚式の演出とかはあるの？理想の結婚式の演出は、うん、でもあれですね、あまり盛大、うん、まあ、盛大にやりたいっていう気持ちもあるんですけど、うん、ちょっとこじんまりとやりたいなっていうのが強いですね。そう、で、こじんまりと、なんて言うんだろう、一人一人に、うん、もうなんかもうちゃんと楽しんでもらえるような感じにしたいなと思います。あ、それもいいね。うん、割とこの今回大阪に
神戸なんですけど結婚式に行ったんですけど、うん、そこもねそう結構あの内地の結婚披露宴の中でも少人数でやりまして、うん、友人がね10人ぐらいで、あとはもう本当親戚身内の方とか、うん、で全部で30人40人ぐらいかな。あ、そうなんだ。はいはいはい。なんでまあでも本当みんなね和気あいあいして楽しかったですよ、はい、乾杯の挨拶がねあの親戚のねあの小学生の子がやったりとか。いいんですね。じゃあ何々ちゃんお願いします。オレンジジュース持って乾杯って言って乾杯って言ってすごいそういういいですよね、うん、なんか身内感の強い披露宴も。そうそうそう、うん、お手軽な感じでやってましたけど、うん、大塚健二さん、マリンさん、向かいのコンビニの駐車場でやるのはどうですか。司会は東さんでお手軽すぎるわ。もう予算すごいですね。もういやそう逆にでもコンビニに頼まないといけないから。あ、そっか。逆に予算かかるかもしれない。 あれだ、スイーツもコンビニで。そう、恋するかっちゃんさんありがとうございます。東さん、マリンちゃん、こんちーす、美人だなって。ありがとうございます。今日の兵庫県は雨の曇りということで、うん、マリンちゃん、船上の結婚式どうですか、船の上って。あ、それもいいですね。で、クライマックスで花火が上がるみたいな。金かけるね。金かけるな。ちょっとなんかさっきまでこじんまりしてるって言ったのに。今船長の結婚式ってたもん、花火しか思いつかなかったですもん。金かかるな、この人の結婚式。よっぽど盛大にやりたいな。いやでもこじん、まあその時になってからかな。その時になってからかな。じゃあ、それではそんなマリンのコーナーいきましょう。はい、それではどうぞ。もぐもぐマリン in 宜野湾。はい、このコーナーはですね、私マリンが宜野湾市内の飲食店を巡ってもぐもぐしようというコーナーでございます。はい、はい、今日はですね、あのチェーン店なんですけど、北海道ラーメン奥原流はやて丸に行ってきました。美味しい、大好き。はい、チェーン店で沖縄にも6店舗あるんですけど、宜野湾には大蛇名にあります、うん、ゴーパチ沿いですね。ありますね。はい、でですね、まあ、私あの豚骨ラーメン派なんですよ本当は。ほうほう。なんですけど、あの唯一もしかしたら豚骨ラーメンを置いてないお店、ラーメン屋さんに行くところかもしれない。はい、であの結構味噌とか醤油とか塩、あとつけ麺で、うん、レギュラーはレギュラーメニューは10種類ぐらいあるんですけど、はいはい、まあ、その中でも私あのこのラーメンしか頼まないっていうのがあって、うん、で、はやて丸に行ったら私は絶対たっぷり野菜ラーメンを頼むんですよ。頼まないな俺は。あのもう本当にあの食べてほしいっていうぐらいで、このもう本当にあのラーメンが見えないぐらいたっぷりの野菜が入ってるんですよ、うんうん、でこの野菜って結構油が含まれてるじゃないですか、はい、なのでこの油でが蓋になってるのかな、うん、なっててもうラーメンが最後まで熱々なんですよ。おお、なるほどね。もう熱々で最後まで食べれるし、あと麺が中太の縮れ麺、うんうんうん、で、はやて丸が結構麺の量がボリューム多いんですね。最高。はい、でも本当にお腹も満足できるし、うん、ランチタイムはご飯か麺の増量が無料、まあ、平日なんですけど、はい、なので本当にぜひぜひあの野菜ラーメンを本当に食べてほしい。それ野菜ラーメンの味は？味は塩ベースのなんですけど、うん、でもこのはやて丸があれなんですよ、豚骨と香味野菜を、うんうんうん、あの全部のラーメンのベースになってて、はいはいはい、その豚骨と香味野菜をベースに、まあ、味噌を加えたりとか醤油を加えたりとかしてて、本当にあの豚骨と塩と野菜っていう感じの、なんか出汁感がちょっとありますかね。へー、うん、そう、食べたことないんだな俺も。基本的に味噌なんですよね。白味噌ばっかり食べてるんですけど、ぜひ行ってほしい。ちょっと野菜ラーメン食べてみよう。ぜひ行ってほしい。もうあの私梅干しが好き で、うん、であの梅干しが乗ってるラーメンもあるんですよ。あるね、塩ラーメン。ある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 。もうそれを差し置いてでもおすすめする野菜ラーメンなので、あら、ほんとぜひぜひ皆さん食べに行ってほしいと思います。相当うまそうだねそれ。はい、恋するかっちゃんさん、塩コショウしたらそれ最高ですねって。 まずは塩コショウなしで。あ、なしでね。食べてみてください。まずはね。はい、
で、まあ、こちらがですね、まあ、宜野大女菜店、はやて丸大女菜店は沖縄県宜野湾市大女菜の235-9にありますので、はい、皆さんぜひぜひ行ってみてください。おい、今度頼んでみよう。ぜひぜひ、はい、うん、以上、以上、もぐもぐマリン in 宜野湾でした。ありがとうございます。では続いて天気道路交通情報いきましょう。はい、まずは、はい、明日のお天気からですね、うん、はい、明日じゃないね、今夜の今日ね飛ばしました、はい、今夜のお天気は、雨のち曇りですね、うん、になります。まあ、若干晴れ間が見えてきてますが、もしかしたら雨が降るかもしれないので、うん、洗濯物は取り込んでてください。いや、まあ、もう干してないんじゃないですかそもそも干してはないと思うけど、いや、わかんないです。1時間の間で干してる人がいるかもしれない。あ、今、今ね、そう、 今干してるかもしれない、はい、なので取り込んでください。まだ雨降る可能性ありますからね、はい、そして明日のお天気、びしょびしょのままだよ今明日のお天気はですね、はい、曇りのち晴れでございます。はい、はい、朝の最低気温が21度、日中の最高気温が25度となっています。沖縄本島では、今日の夜の初めから初めにかけて落雷や竜巻など激しい突風に十分注意してください、うん、はい、以上お天気のコーナーでした。ありがとうございます。続いて、はい、道路交通情報をどうぞ。はい、まずは沖縄自動車道から行きたいと思います、はい、沖縄自動車道今日は平和ではありません。残念残念。お、ですね、沖縄自動車道の、こちらが中城パーキングエリアの上り方面に故障車がありますので、うん、はい、皆さんそちら十分お気をつけて通りください。お願いします。はい、続いて一般道ですね、はい、と一般道はまずはこちらですね、330号線ですね、国道、うん、あれ、さっきより減ってる。お、お、ちょっと、国道330号線、前原から大女菜向けが渋滞してます、うん、そして、国道58号線の茶壇から伊佐に向けてが少し渋滞してますので、皆さん安全運転でお帰りください。お願いします。はい、以上道路交通情報でした。サザンベリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産や株式会社徳松産業トクトクハウスの提供でお送りしました。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291 までどうぞ。さあ、サザンブリーズ火曜日お別れの時間で、なってまいりました。はい、恋するかっちゃんさん、沖縄梅雨入りしたやん、さっきニュース言ってた。そうなんですよ、そうなんすよ、雨模様でね、うん、明日まあどうなるかっていうことですけども、うん、さあ、それではここでマリンから、はい、何かお知らせはありますかね。はい、そうですね、この後なんですけれども、ね、この後忙しいこの後ですね、那覇の国際通りにある G シェルターというライブハウスで、うん、琉球アイドルさんというアイドルグループの定期ライブがありまして、そちらにゲストで出演させていただきます。なんと、2回目のマリンのソロライブになっております。はい、こちらがですね、会場の開演が20時からになってまして、チケットが1500円だったと思います、うん、場所が那覇市の G シェルターさんです。なのでお時間ある方、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いいたします、はい、さあ、こちら FM 宜野湾、どうぞ皆さんこの後もですね、お楽しみくださいませ、うん、サザンブリーズのこの後はレッツ深呼吸をお送りいたしますので、お聞きくださいませ。
さあ明日、サザンブリーズ水曜日、晴れてたら曇りでも海かな行くかなどうかなっていうところでございますけども、うん、お楽しみください。ギリギリでございますけどブルガリさんありがとうございます。ありがとうございますお越しいただきましたね。さあ、明日水曜日ということで、青森上宮ひーちゃん登場いたしますのでお楽しみください、うん。本日サザンブリーズ火曜日お相手は私東克明と火曜日アシスタント OBP のマリンでした。マリンさん、はい、僕は結婚するのはずっと先ですよそう言ってる人が意外と早かったりするんですよ。結婚したいそれ叶うかな鳥谷さんがもう終わりかって終わりなんですよ。マリンさん鼻が梅雨入りしたみたいな。そうなんですよ梅雨入りしてしまった。完全に梅雨入りだな。そうちょっとこの後ライブもあるのでどうにかして梅雨入りを止めたいと思います。エクザイルさんもありがとうございました。お疲れ様です。皆さんメッセージありがとうございます。また来週。あ本当に何だろう、うん、ありがとうございます。あこの年になったら結構結婚ラッシュだから結婚式呼ばれるよって言うけどそんなことない。いやまだ二十歳じゃまだじゃない。まだですかね。結構優子さん去年すごかったんですよ。まあ去年22とかでしょ、21、22でしょ。12だったらまあまあまあわかるけど沖縄の人はみんな結婚式早いからな、うん、結婚したいなありがとうございます。何もなかったですよね。休場者の方です。ね、あのところに行くだけあの、セルフブレックスを頼んでからいますよ。熱い。ちょっとムシムシします。なあ、21度。ゲストさん来てから写真撮りましょうね。これエアコンになってるの。ちょうど。間に合うかな。砂川さん。今どこにいるんですか。そうか、砂川雅美さんが来るんですよ、ね、そうそうそう。